巨大なトラス構造をしたケベック橋、ケベック橋は、カナダのセントローレンス川に架か,かる橋梁。ケベック州ケベックシティ及びレビーを結ぶ、全長が987メートルの鋼鉄製のトラス橋。島町は549メートルで、1929年にアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトとカナダ・オンタリオ州ウィンザーを結ぶ。 アンバサダー橋が完成するまでは世界最長であった。またこの橋には高速道路、鉄道、歩行者用の3つのレーンが通っている。崩壊直前の作業風景ケベック橋が完成する。以前はセントローレンス川を横断する手段としてフェリーしか存在しなかったため、1890年代になって橋の必要性が出てきた。 最初に設計された橋は架橋中の1907年8月29日に崩壊した。当時86人の労働者が働いていたが、75人が犠牲になった。その後計画が見直され、再びかけられることになったが、1916年9月11日に再び崩壊した。 結局完成したのは1919 19年12月3日のことであった。ケベック橋崩落事故に関するカテゴリー。ケベック橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。